Hello everyone, this is Russia Sadiki Killing Japanese Channel and it's Russia. こんにちは皆さん、ワトソンサマーキルチャンネルのロシア派です。ダブライデーにおじゅがとサシャン・ワトソン。はい、いつも通り歩きながらラジオみたいな形でまあやってるんですけれど、棒が刺さってる、なんでもない。なんか一瞬、少年の心みたいなのが戻ってきて、刺さっている棒に反応したんですけれど、なんかこうやってラジオみたいに残しておくとちょっとカウンセリングっぽい効果があるんですけれど、なんか発達障害があるもので、なんか対応してないというか、決まったことをするの得意だけれど、こうやって歩くの自体なんか苦手になっちゃったみたいなところがあって。一度、入院するみたいなことがあって、脳内情報が乱れたことがあるんで、それで脳の状態が変わって、それでちょっと歩くのすらちょっと苦手になったみたいなところがあると思うんですけど、でもこうやって話すと少しすっきりするんですけれど、まあいつも OS、 脳における OS、 あとミドルウェア、そしてソフトウェアを立ち上げるのに時間がかかってしまうなって思うんですよね。自分が例えば日常の掃除とか、あとは部屋の片付けとか、ゲームをするでも遊ぶでも勉強するでも、そういうのを準備する自分の立ち上げに時間がかかってしまうみたいな。なんか歩くのが苦手なのをどうにかしたいんですけれど、こうやって話しながらなんか 歩いていると、誰かに向けてカウンセリングを誰かに受けているようで、まあちょっと公園が近いんで自然とか見ながら、ここの雪で、やっていけるんですけども、最近ちょっとカラスと仲良くなりたいって思っているのかなぁなんて、思っていないのかなぁなんて、ハトが逃げるかな。温厚ですね、逃げないですね。いや、近所に友達がいればいいんですけどね、近所に友達でいないんで、
困るんですよね。